まあそういう自分を変えたのかっていうのでなんかいろいろ頑張ってみたけどうち必死がれあもういいわーと思って一回手放したんですね。もっとたくさん食べていいやでって言うと <laughs> <laughs> あじゃあもう一杯食べようかって自分でつけに行くみたいな。家族とか恋愛的なパートナーとかそういうものがだんだんどれも下がんなくなってくるっていうか。うん 私がつけてしまうことで、うん、主人の才能を殺してしてててまってるって思っるる思たわけです <laughs> なるほどね <laughs> いつもこう満たされていて、仲間とつながっているっていう感覚が、これはこのスタジオサロンに入って、こういうふうになっていく前と今は全然違は、じゃあ、どうすんねんと、そんなことばっかり言って、いいことばっかり言っても、出会いがなかったらしゃあないでしょっていう人のために、この見てくれてる人、全員で興味ある人は参加できるようになりますんで。 はい、始まりました。スタジートチ,チャンネルということで、よしです。今日はですね、テーマとしまして、魂のパートナーというね、話をしたいと思いますが、えお二人はですね、ゲストにお越しいただいております。えー、リオさん、そして、メイコさん、お願いします。ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、あの、今回のテーマはね、 なかなか深いテーマであり、ディープなね、テーマにもなるかもしれませんけども。うん、まあ、このお二人もね、いろいろこう、魂のパートナーにね、こう出会っているのかなっていう話も含めて、ちょっと聞いていこうと思うんですけど、まあ、魂のパートナーといえばね、やっぱこのスターシードチャンネルでは、ね、いろんな見方がありますよね。普通のね、一般的な恋愛観とか、ね、結婚観とか、 まあそういったものを超えてですね、魂的なつながりを持ったパートナーっていったら何なんだろうっていうね、まあ、そんな話も今日はね、深掘りしていこうと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速じゃあ、みえ子さんから聞いていこうかなと思うんだけど、<laughs> 私かからですかどんな感じなんですかその魂のパートナーは出会ってるんですかよくねツインデーとか そういう言い方をしますけど、うんまあ、スピリチュアルなことから入った時に、うん、まあ私はどうなんだろうっていうことをずっとこう感じながらこれまで来てますけど、うん、私はねあの既婚者で結婚してますが、うん、おまあ、やっぱりこう主人ともある意味魂のパートナーじゃないかなっていうふうには思ってます。 結婚するのもね。私いろいろあったわけですよ。ちょっと聞,聞かせてください。もういやいや、うん、<laughs> ちょっとこう公でね。お話できるかどうかちょっとあれですけども。はい、うん。まあ。でも皆さんやっぱりパートナーシップってすごく大切に思われてるでしょうし。し、うん、こう。やっぱり好きな時ってぐっとこう盛り上がりじゃないですかね。うん、まあうん、で私はまあその主人と会った時は？ 結婚はしてなかった、まあ、独身だったんですけど、うん、まあ主人は既婚者だったということな,ですうん、うん、なるほど、はい、なかなかねこれもびっくり、ね、する人もいるかもしれませんけど、うん、もう今日はねせっかくなんではいせっかくなんで <laughs> 全部言ってください、ねうん、そうですねでまあ、うん、私もすごく、まあ、主人に惚れていたっていうことなんですけど、うん、まあいろんな山あり谷ありをこう越えましてですねその 秘密の恋愛から結婚にまで至ったんですけど、うん、なるほど。うん、やっぱりそこでね。20年近くなりますけどね。結婚して、うん、うん。やっぱりその時に私の中でこう覚悟を決めて結婚したっていうところがあったんですけど、うん、やっぱりこう恋愛してる時って自分が見えなくなるというかね。うん、こう相手に気に入られようとか、そういうことを、うん。 積み重ねて積み重ねて、うん、ずっと来たことがこう自分の本質ではなかったっていうところで結婚してからやっぱりこのパートナーシップっていうところを考えると、うん、自分の本質で生きていなかったことを勉強させられてるなっていう感じはしますよね。そういう意味でこう精神世界というか、うん、自分が本質に戻るためのきっかけを作ってくれたのは。 主人との出会いかなっていうふうに思います。うん。うん。和紙のパートナーなんですね。深いですね。ね。深い、ね。んね、うん。まだ経験中ですけどね。修行中でございます。うん、うん。そしてね、まあ、今日はね、リオさんにもね、来てもらってますけども。リオさんはどういう感じなんですか。その、ね、魂のパートナーとか、そういったパートナーシップについてね、どんなふうに考えてるんですか。 そうですね。うん、私もなかなか、まあ、個性的というのかなというか、うん、まあ自分は、自分自身が男性性ではあるんですけれども、うんうん、まあ、もともとの、その、えっ、ー、と、恋愛とかのね、パートナーシップの対象っていうのは、うん、もちろん女性発だったんですけど、うん、まあ、途中からそれを相談してると、親友、うん、が好きになってしまったっていう、うん、男性に対しても、 そういうものを感じるようになってしまって、すごく悩んだ時期があったんですよね。うんうん、それは結構 もう何年前ぐらいからですか大学生の時だから本当悩んだしいろんな人にも相談したけれどもでも自分の魂の内側がそれを望むんだからしょうがないなっていうふうになってだんだんオープンマインドになっていったんですけれどもそのうちに自分の中では需要ができて男性も女性も両方だっていうふうになんだろ 自分の気持ちとしては収まりがついたんですけども、うん、私、このやっぱコロナが始まったときと同時に、こういう世界を知って入ってっていうのが、そう,ですかうん、なってはいるんですけれども、えー、そのときにもやっぱり周りも言われたのもあったんですけど、うん、私、アルクトゥルス星人の要素が強いんですけど、うん、まあ他の星もそうなんでしょうけど、うんここ性、男性性とか女性性とかも超越をしていると。うん でだ、あの、政治人が男性でも女性でも、その中にも男性性と女性性はあるよっていうふうにすごくお話があるし、いわゆる男、女っていう、こう、区切られた概念だけではなく、例えば男性性だったら守るとか、うん、リードするとか、いわゆるビジネスもね、みんなが幸せになるようなビジネスをするとかいうのもあれば、女性はこう柔軟な思考だったり、感覚だったり、癒しだったりみたいな、いろいろあると思うんですね。 だから自分の中は男性と思ってるけれども、えーだ、女性性が強めの男性っていうことで、なんか両方あっていいかなって思っているし、えー、まあそういう中でね、えー、私もあの神様、仏様ごととか、あとダンスもしたりするので、えー、まあ、東浩二梨央という,こうキャラクターで生きてるなっていう、それが自分の魂本来なんだろうなっていうのは最近すごく思ってるんですよねうこのね。魂 のパーートナーだから、うん、そのそういう、ね、性別も超えたところにもある、うん、一つね深い部分でもありますよねそうそうだから結局、うん、皆さんご存知の方もおられると思うんですけど、うん、そして今の美恵子さんのお話もそうだと思うんですけれども、うん、まあ出会って何年かご一生されてると出会った頃の自分の心の状態というか。うんうん まあ波動っていうとちょっとスピリチュアルすぎるからもうちょっと三次元的に言うとあの周波数っていう言い方になると思うんですけど出会った頃の自分の周波数と会った人がこうお互い引き寄せ合って出会うってことだから今が違和感を感じてるとするとどっちかはやっぱ周波数が変わってきてるってことなんだろうなって思うし魂って進化するためにやっぱりねこういう経験もしているってことにはなっているから。 あやっぱりそれだけ感覚変わってきてるなってことは、自分も相手の方も魂が進化をしたり、やっぱりこ,うこれまでとは違う方向に行っているので、違和感を感じるとか、あなんかもうそろそろいいかなって思ったり、うん、あるいはその進化された今の状態のご自分と似たような周波数の方が気になったり寄ってきたりとか、いうことがあるのかななんていうのを最近すごく思ってますね、確かに確かに。 あのリオさんはでも、さっきね、えっと、3年前に、おすたらしいチャンネル、ね、うん、見て、動画を見ていただいたで、それまではあまりね、そういった方向を知らなかったってことなんですけど、どういうきっかけで、そういうね、動画を見始めたとか、興味を持ったんですか、<あ>ちなみにそうですね、確かにそれまで私、うんあの、つい最近、医療センター勤務を卒業して、うんうん、完全に個人で雇用仕事をするようにはなったんですけれども、うんうん、ちょうど、 今やめ、最近やめた仕事に転職するときだったんですよね。うん、えっと、緊急事態宣言が東京で出る前の日の夜に、夢に龍が現れて、な、うん何だろうって、えー、で、翌日いきなり緊急事態宣言になって、世の中どうなってんだって思ったんですよね。うん、そうしたときに、あ、もう緊急事態宣言で出かけられないから、うん、えっと、有給消化で旅行行こうと思ったら行けないじゃんと思って。 しょうがないなと思ってしばらくちょっとおとなしくしてようと思って、うん、で竜って何なんだろうと思ったら調べたら竜使いとかレムリア <laughs> なんかいろいろ出てきて「えー、レムリアって何ですか?」っていう、うん、アトランティスととかムーは聞いたたことあるけどって思ってたんでですよ、うん、でそういううちになんかそういうスピリチュアルなことをやってるお仕事の方たちがいるんだなって分かって、うん、でいろいろ見ているなんか中でたまたま「スターシードチャンネル」でア子さんとよしさんが喋ってるの見た瞬間、うん、すごい。 ほっとしたんですよ、えー、なんかこの人たち普通っぽい <laughs> 今,今は普通全然思ってないんだけど、うん、すごい普通っぽくってお<ー>あとその多分ねあのサウンドもすごくこうねちょっとカートにくるようなサウンドもあったから、うん、当時初心者の自分にはすごく染み入る感じで皆さんおっしゃるけど、えー、ア子さんはね、うん、あの本当になんかこう庶民代表みたいな感じ、うん、だけれども 私たちはちょっと先を行っている方で、うん、やっぱり自分たちがそこからなんかこう気づきを得られそうだなと思ったので、不思議とこう、スススススと寄ってって、うん、実はサロを始めますって言って、うん、え、本当、じゃあ持ち込もうかなっていうふうに思った感じですね。やっぱでも、出会うべくして出会ったんだと思いますね。うんうん、ね。うん、そしてね、やっぱりこう、あの時代に、いろんな、今までだったらね、こう、 まあ家族はこうでみたいなねいろんなこう枠組みがいっぱいあったと思うんですけどなんかだいぶ外れてきてるなっていう話がねその辺はちょっとお二人どんな感じなんですか枠組みがはず、うん、外れてきてるっていうのがやっぱり魂からのつながりだと思いますし、うんうん、それでもねやっぱりこう家庭でいるとやっぱりどこかこう家族に気を使ったりなんとかしなくちゃっていう、うん、そういう 変な気遣いが、余計な気遣いが、うん、これは出てきてしまうと思うんですけど、うんうん、だからそういうところがこれからの課題でもあるけども、うん、こういうやっぱりこう、魂のパートナーと出会うと、うん、こういうところが楽でいいんだよって、本当の自分でいいんだよっていう生き方ができるっていうことを、うん、このスタシードオンラインサロンの中では、すごく学んだなって、私は思いますね。 そうですよね。私もそうなんですけど、なんかだんだんこうカテゴリーみたいのがなくなってくる。うん、それこそさっき私がお話しさせてもらったように、うん、だんだん性別がちょっとよくわからないけれども、うん、まこ自由っていう,こう生き物というか、そういう魂になってるから、うん、男性がとか女性がじゃなくて、自分は今の自分、それが自分ってことだしい、うん、今ってことでもあるし、うん、そうするとね、なんか友達とか、 うん、あとは、そう家族とか、うん、あとはそういわゆる恋愛的なパートナーとか、うん、そういうものがだんだんどれも差がなくなってくるっていうか、うん、要はこういう宇宙系とかスピリチュアル系の人でも本当にやっぱりハートフルな人たちと出会わせていただくご縁がすごく多いんですけれども、うん、そうするとね、みんなが本当に愛だから、お互いが最も心地よいようにこう、 自分も相手もそういう状態でいる人が多いから、うん、あんまりそのカテゴリー分けされているようなこともだんだんわかんなくなってきていて、うん、そうすると前はやっぱこういう方おられると思うんですよ。一人だとやっぱ寂しいな、不安だなとか、やっぱりね、友達とか恋人がそばにいないとちょっと落ち着かないみたいな人もいると思うし、うん、私もそういう時期すごくあったんですよね。うん、だけど、こう3年前から今日に至るこの過程の中でも、 本当に自分の中とこの安定、うん、なんか不安定だったわけじゃないんだけど、気持ちの安定感とか、いつもこう満たされていて誰かと、仲間と繋がっているっていう感覚が、やっぱりこれはこのスタシードサロンに入って、こういうふうになっていく前と今では全然違うっていうふうには思うので、うん、そういう意味では広い意味でパートナーシップというか、 誰と出会ってどんな風に過ごすのかっていうのは本当に大事になってきてるんだなって思いましたね、うん。だからもうあれですよね昔だったらまあおそらくこう寂しさをね、まあ、欠乏感かな、うん、を持っていて例えば相手に彼氏に彼女になんかねパートナーにそれを求めてたっていうそれを恋愛としてやってたのが僕もありましたけどもね。 やっぱりそれがこうだんだんあなんかそういう欠乏感じゃなくて、うん、なんかねでもしかも宇宙的になってくるとなんかあんまり枠組みがなくなってきてねえ、はい、こうなった時はこもう恋愛とかできなくなるんですかねこれどうなんですかねどうなんですかね,ね<え>違う喜びが感じられるんじゃないですか、うん、あ恋愛の時の,あのドキドキワクワクとかではなくてはははいはいはい、はい、なんか肉体のその細胞レベルが。 だんだん変わってきてるような気がする。うん、何に喜びを持つのかっていうね。そういう意味ではですね、最近友達でもパートナーでも家族でも、やっぱここはずっと喜ぶ感じは、うん、結局変な話、基準は愛があるかとか、その愛のバイブレーションがどんなエネルギー量なのかによって、ここが反応するっていうこと以外は、うんうん、あまり頭でそのどういう違いっていう思考的にこう考え分けるっていうものも、 あんまりなくなってきて、こっちでどう感じるかだけになってきてる自分がそういえばいるなって今、思だね、なんか昔はねこう、こうあるべきだけがやっぱりね、僕も強かったんですから、例えばね、家族とはこうあるべき、ねうん、妻とは旦那とはこうあるべきみたいなね、うん、なんかそれを、なんかそれがめっちゃこう頭で考えていくると、結構ね、いろんな意味で相手に、ね、不足、不満を覚えたりとか、うん、いっぱいそういうのあるじゃないですか。 うんうん、まあまあとはいえね、まあ、今でもやっぱりそういうのもねやっぱりあると思うんですけど僕も仲にもあるしみ、うんなにもちょっとあると思うんだけど、まあ、だいぶ減ってはいますよねそしてその辺を聞いていこうかな美こさんは例えばそういうのでもありますかまだやっぱりねとはいえとはいえンン、ね、ありますよね成人じゃないからね僕らまだねいやだからこう傷、うん、私が言う前にやってほしいとかねああそのやっぱりこう 何々してほしい願望は、うんうん、女性はすごくありますねだからそれが男性のと女性のって言,言っちゃうとあれかもしれないけどうん、うん、気づくくところが全く違うなって思いますよね<ー>例えばどういうところにちょっと向かってするときん、さっきもそうですけど雨が降ってきてるのに、うん、それを知ってて洗濯物を入れないっていう。<laughs> <laughs> <laughs> それは、ありがだとう。ちち <laughs>、あの、すごい三次元的なあれやけど、うん、もうだからそういうこう、ご飯をを装って、装うのも、うん、主人の距離感のが近いのに、あ<ー>わりを私に言うみたいなね。なるほど。それはでも、ムカムカってするのは、昔よりもなくなってきたんですか、ちなみに。そう、だいぶね、あのー、うん、自分が変われば、うん。 いいというか、その言い方一つですごく変わるなって思いますよね。うん。例えば具体的にどういうふうにしたんですか。もっとたくさん食べていいんやでって言うと、あじゃあもう一杯食べよかって自分でつけに行くみたいな。自分で行動でますように言うわけ。あ、そうかそうか。ななんで私にやらせんのようじゃなくて、もっと食べていいんやでどうぞってやったら自分で。 だからこう私がつけてしまうことで主人の才能を殺してしまってるって思ったわけです。なるほどね。いやそれはいい作戦やな。皆さんぜひこれやってみたらいい。僕の話もやっぱりやっていた方がいいと思うんですけど僕もやっぱり悩みがイラッとすることあるじゃないですか日常でも。だから例えばさっきのご飯の話でも悩みがね僕が結構やっちゃうがちなのね。 で<ー>なんでなんで僕<ー>でやりながらもなんでやらなあかんねんみたいな気持ちもあるから、うん、でそれを最近確かに工夫しようと思って、うん、あの最近あのご飯をね、うんあのー、いわゆるこう電子ジャーじゃなくてあの土鍋で炊いてるんですけど<ー>で炊いてお味噌汁もいいまあ僕結構あのご飯作るんですけど作って、うん、ほんならなんか自分がなんか全部やって,てって言われる言われやすいから、うん、ちょっと嫌だと思ってもう全部こう。 炊きたてのご飯をガッて置いて味噌汁もガッて置いて茶碗ガッて置いてはいみんなでセルフで取ってねってやったらみんなやってくれた。ええ。いや何の話してんねんって話。よしさんすごいやったし。いやだから要はどうやったらみんな動くかっていうのを考えればよかったなっていう一つのね気づきだったんですけど食卓は結構ヒントがありますよね。ヒントありますね。これだからこのあの拡大版が世界かもしれないよね。 ご飯一1個でも、なんかも、うん、その世界を救えるみたいなね、うん、<laughs> とかあるかもしれませんね。うん、そして、まあまあまあ、ちょっとさっきの魂のパートナー的な話で、でうん、リゴさんとかは今、ね、魂パートナー、どうやって出会ったんですか、ちなみに。まあ、もともといろいろ、ね、個人的に知り合いというか、そういう感じだったのが、あそうなんだなっていうふうに分かったのが、3年前ぐらいですかね。うん 全然自分は違うメンバーと関西にイベントに行ったんですけどそこで現地でイベントをやってるメンバーと出会った時に鞍馬、うん、寺鞍馬、ね、山鞍馬、うん、の熊、はい、と熊らのあそこの模様の前で再会してうん、うん、あれみたいな。えー、再会したんだすごいところで再会しましたね、また。そこ<う>からこう妙に最近どうしてるのみたいな話になって、うん、あ盛り上がって。 っていう感じで、ねうん、そっからでそのうち一緒にあのご飯とかお茶をしたりしてるときにおかわりをするタイミングが一緒とか食べてるものが同じものの白い,ななんていうのミスドとかでいうとクリーム系を自分が食べてるとした相手はチョコ系を食べてて、うん、コーヒーを飲んでたらカフェを飲んでるみたいな感じで,、うん、でおかわりするタイミングが一緒だったりとか。 やっぱりごごご飯飯飯が来たねでそれもだんだん話してるうちに、うん、なんか自分の顔を鏡で見てるような錯覚になって「うん、あれこれ自分、えー、あれ相手やこれ自分だよね」ってなんかねだんだん錯覚してきてちょっとおかしくなってきてえ面白い、ね、何だろうって思ってたんですよ。 うん、でそしたらその後もあのもファスティングを始めたタイミングが一緒とか、うん、あのなんかねいろいろなところがあって、うん、であとあと知ったの,その魂のパートナーっていうところだっていうのは、うん、ちょうどそのところ知,り知ってそんな経ってない時だったから、うん、あまさかこういうもう元々のねという身内がね、うん、そんな風になるんだなと思ったのが、うん、すごいびっくりしたんですよね。 でもやっぱりその魂のパートナーと一緒にやるとやっぱその加速するこう周波数が上がるっていうとイコールまあ愛ですけど周りに対する感謝とか人にこうギブするというかう自分から与えるというか皆さんによくなってもらおうって思う気持ちもすごく大きくなるしお互い同じようで違うし喧嘩もするしいろいろあるとは思うんですけどでそうすると周りもそういう魂のパートナーが現れたっていう人がやっぱり 連鎖していいくんですすよねね人はまそう思いつけて全ていわゆる愛ってやつなんだなっていうふうに思いますけどちょっときれいにまとめましたけどいかがでしょうかねえでも本当面白いそんなことってあるんだっていうすごい運命的な劇的なじゃないんですよなるほどね実は横に行くじゃんみたいな感じでねでも多分ねそれまで全く気づかなかったから やっぱりさっき言ってみるお互い周波数が違うとか、全然違う方向を向いてたんでしょうね。うん、ひとしたときに、なんかこのこう,カチッと合うというか、同じ方向を向いてることに気づいて、そうですね、まあ、僕なんかは、まあ、魂のパートナーっていうかね、うん、いう意味では、あの僕は、まあ、結構ね、恋愛とかはね、まあ、あの頑張ってたんです、昔。 お出会いとか、まあ、もともと出会いとか、僕ね、あの、人と話すの苦手だし、人の目が見えないとか、今でも見えないとかあるんですけど、<laughs> <laughs> あの、異性ともね、話できないよってあったんですけど、まあ、そういう自分を変えたろかっていうので、結構ね、うん、若か,かりし頃からちょっと頑張ってみたんですけども、でもなんかね、そうなっていくと、だんだんこうね、なんかよくわかんなくなってきたんですよ。うん。なんかどういう基準で、どういう、なんかね、 変な、こう、比較してにね、どんな人がいいか悪いとか、なんか、よくわからなくなってきて。で、もうなんか、ある程度、もうなんかもう、もういいかなってなっちゃった時があったんですね。うん、もういいわ、と。魂的になんか会う人がいいなって思,思ったんです。だから、あんまりこう、いろいろ本読ん本読んだりね、あるじゃないですか。よく恋愛本とか、うん、話し方とか、なんか、そういうのを全部読んで、うん、わ、これ、こうしかいいんちゃうかとか、いろいろ研究したけど、疲れて、うん、<laughs> えー、よしさんんんがそななに悩む自分の中の欠乏感とか、無価値感とか、自己否定とか、いろんなものがある前提で、ね、恋愛を求めたから、うん、まあまあうまくいかないですよね、よく考えたら。だからそういうので、ずっと結構十何年ぐらいそういう、なんかいろいろ頑張ってみたけど、みたいな、ちょっとうち必死がで。うんうん、で、あ、もういいわと思って、魂的な,なんか出会い、 し的に、なんか、波長が合う人、魂の波長が合う人をやりたいなーって、なんか、全部一回手放したんですね。なんか、そういう、いろ、うん、んな、いろんなことを。ほんなら、たまたま、ここになんかね、料理教室の、料理会みたいなやりたいここでやりたいってい人がいて、うん、ほんなら、貸しましょうかー言うて。うん、で、貸した時に、たまたまそこに来てくれてきた人、うちの一人が、うちの今の妻ですけどね。まあ、魂的な、うん、そう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 、手放し。 な感じもあるねとはいえじゃないですけどやっぱよくあるけど、うん、そういえば今ふと思ったんですけど結構恋愛ってなんか欲しいと思って自分でこうあれこれ頭で考えたり、うん、あれがいけないこれがどうだと思ってやったりめっちゃこう探したりすると意外とできないんだけど「いいいいかな」とか。 何とも持ってないときにポッとできたりするってありませんなんか。ありますね。あれね。ね何ですかね、あれは。こういう業界で手放し、あ、そっか、それかって思ったんですけど、うん、<し>まさに、ね、執着しないで、ただ、うん、そういう人が現れるだろうと思ってるぐらいの、叶っても叶わなくてもいいやみたいな感じな、うん、ちょうどこう、フラットな状況だと、やっぱりポッとできる気はしますよね。僕は結構、あの、エネルギーを、まあ、仕事にもいっぱい使いましたし、学びにも使いましたし、うん、恋愛にも。 使ってましたよ、うん、やっぱり。相当なエネルギー。だから、いわゆるこう、<あ>逆にこう、欠乏感からね。うん、やっぱり、やってたんじゃないでしょうか。その3年前ぐらい、よしさんが、サロン始められた時って、うん、正直言うと、割と皆さんも。ゼータレクチル星人みたいな感じ、で割と、パキーンという感じのよしさん。はい、はい、はい。最近、すごくこう、感情的な。ね、おお、うん、おお、おお、おお。よさんが、あきこさんが卒業される前。うん、うん、うん、うん。あら、そうだって、みんな思っていて。 ああうん、私もそれを感じてるんですけど、うん、吉さん的にはそういうご自分のこの3年間の中での自分の在り方とか、うん、まあそこにパートナーシップみたいなのも変わってくるのか分かんないんですけど、うん、なんかそういう変化っていうのはどんな風に変わっ多分くんね、皆さ、ね、んきたいと思いますね、ねそ,うそう。自分ではなんかね、こう、ずっと自分だから、こう、急にっていうことでもなかったりするねんけど、たぶ、まあ、ね、久々にこう、会った人とかはなんか、 なんかちょっとだからさっきの恋愛の話もそうだけど、うん、あの欠乏感とか無価値観とかって守る必要があるから、うん、自分が何か傷つくのが怖いわけじゃないそういう人って。向、うんうん、こうもやっぱりそういうのがあってずっとこうブロックをね、まあ、鎧をこうずっとつけてたのでね、うん、まあそれをだんだんちょっと外すこの期間でもあったし。 うん、で、だいぶ外しちゃったから、なんかなくなってきちゃったから、ちょっと寂しいなっていうのがあるんですけど。そう、ね、いう意味では、そのサロンを始められた3年前の、これは結構まだしょってたってことですか、うん、まだまだありましたね。まあ今でもないことはないんんけど、<ー>ほぼ、ほ,ほぼ薄いカーテンがやってるかもしれんけど、うん、<laughs> の、もともとはだからもう、こうなんか立ち入り禁止だったわけですよ。ここに、ここ、こっ <laughs> みたいな。<laughs> こうもう、今20、20個ぐらいシャッター閉めてますからね、みたいな感じ <laughs> <laughs> それをここに突き破る人はなかなかいなかったわけなんですけど、まあだいぶ今も亡くなっちゃったからね。あれ<ー>なんですけど。うん、うん、あれですよね。だから、とはいえのね、今日はね、話をしようと思ってたんけど、どないしよう。まあとはいえね、さっき愛の話をいっぱいね、デオさんもやってもらいましたけども、<ー>まあとはいえこれ見てくれてる人はね、うんまあ、とはいえそんなこと言ったっどと、そんな身近にも、そんな人はおらへんしと。 ねうん、で、なかなか自分なんて、うん、っていう気持ちもあるかもしれへんし、ねうん、いや、そんなね、みんなそんなさまたト板のパートナーと出会ったかもしれなんけど、私たちは、うん、私なんか出会いませんよって思ってる人がいるかもしれないんで、うん、いや、そんなことないよって話をちょっとしましょうよ、このあと。おお、うん、ね、そうですね。ねうまあ、コツとしては、さっき言ったように、まずはだから、前のめりだった人はちょっとね、手放してみてもいいし、うん、で欠乏感がある人は、その欠乏感を。 見つめて、ちょっと癒しあげて、愛を送ってあげて、手放していけばいいし、とはいえ、さらにとはいえ、本当に出会いがなければ出会えないでしょうっていうのが本当のとこじゃないですか。やっぱりそうですよね。手放したところでも寝てたら何も変わらないけれども、手放しつつも、普段と違う人と会ったり、出かけたりすると、そいに次がありますからね。パートナーだけじゃなくて、仕事でも何でもそうですよね。 うん、動いてエネルギー出していかないと変化はしないから。うん、そ,うそ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 う。うん、じゃあ、どうすんねんと。ね。そんなことばっかり言って、いいことばっかり言っても、出会いがなかったらしゃあないでしょっていう人のために、うん、なんとね、今回ね、なんちょっと企画をしましょうよと,ということなんですけども、<laughs> 具体的にこれ、そういう場がなければ、出会う場所がなければ、まあ、そんな人出会えませんよっていうことで、じゃあ、それちょっと企画しちゃおうじゃないかっていうことで。 今日ね、ちょっとお伝えしていこうと思いますが、まあ、魂のパートナーとの出会いってことで、ちょっと2つ考えてますね、今ね。2つ考えてます。うんうん、1>, 1つは、まあ、恋愛的なね、出会いの場をちょっとやりますよ。まあ、これは既婚者はちょっと一応 NG にしておきますけどね。うん、はい。で、もう1個は、まあ、あの、もうちょっとね、お友達系、ライフパートナー、まあ、自由な感じ、何でも OK な感じの会もやります。この2つをね、開催しようと思います。えい、うん。うん いや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 、ね、でね、これはあの細かい、まあリアルの会もやったり、オンラインもやったりするんだけど、細かくはね、ちょっと LINE を特別にそれ用に作ったんで、LINE、うん、登録をちょっとしといてください。なんか興味ある人は。そしたら、あの、一回だけじゃなくて、多分何回か分けてやると思うんで、うん、ちょっと、あの、あ、この日は無理だけど、この日はいけるわっていうのが多分く出てくると思いますんで、まずは LINE ここ、概要欄に、ね、貼っときますんで、そこにちょっと興味ある人は、 LINE 登録をしておいてください。で、今まで実はね、マツタチと同サロンの中では、ちょっとマッチング会っていうのをやってたんですけど、なかなかその会だけだとね、まあ、人数ももっとたくさんの人にもこれを、ね、知ってほしいなあの、マッチングしてほしいなってあったんで、今回ね、あの,の見てくれてる人全員で興味ある人は参加できるようになりますんで、うん、ぜひぜひ概要欄を見おいてください。ということで、今回、あ私、東浩次梨央と、はい、片田美恵子さんが2人でこぼこコンビで、うん。 去年はね、1年間、スターシードサロンの中で、そういうふうに皆さんのいろんな出会いをセッティングさせてもらっていたんですけれども、とはいえ、拡大していかないとすべてはね、進化していくことが、ますます皆さんが豊かになるところだと思うので、もちろんこの動画を見ていただいている方はいろんな方おられると思うので、ご興味がある方はどなたでも参加いただけるようにしていく。 ね、初回は、えー、とオンラインでやらせていただいて、うん。で、リアルもやっちゃう感じなんでね、うん、ね別日でね。そうですね。オンラインはオンラインでやって、リアルはリアルで、うん、日本の国内になりますけどね。うん、まず1回目は多分東京になる予定ですけどね。うん、うんうん あとはね、いろんな、まあ、地方でもやると思いますし、あの、日にちもね、いろんなパターンでやると思うんで、あとでこの動画を見た人でも、LINE 録ーしてもらったら、また定期的開催を一応考えておりますんでね。うん。ぜひぜひ。最後にね、こう、皆さんね、こう見てくれてる人に、お二人から、なんかメッセージ、ちょっとね、もらいながら終わっていこうと思いますけど、どっちかいいリさんからいきましょうか。うん、はい、ありがとうございます。うん。そのいうで、本当にやっぱりね、あの、自分らしくいられて、 一緒にいて楽しいっていうお友達とか、うん、まあ家族に近い存在だったりもちろんその人生のパートナーって方も本当にあの、うん、多くの方が出会えたら素晴らしいなと思いますしうん、うん、そういう人たちが増えれば増えるほどやっぱり日本も世界も幸せになっていくだろうなって思っておりますので、うん、あの美恵子さんと凸凹コ,コ,コンビでね <laughs> まあ、いろいろな宇宙事故が起きそうな気はするんですけれども、うん、あの皆さんのお力をお貸しいただいて、愛と調和でですね、婚活なり愛活っていう感じですかね。まあ、あのい,いい名前、いい名前ですね。いいい活しててきたいと思ってます ぜひぜひマッチングのプロジェクトのほどよろしくお願いいたします。イえ、ーイ。メイコさん、お願いします。はい。ソロン内でね、本当にあの、ご結婚までね、行かれた、あ、そうだ、そうだ。そうなんですよね。そうなんですよ。しかも、あの、あれです出産も間もなくな来月、赤ちゃんが生まれますしね。なんか、そういうふうなことを聞いたら、なんか、めっちゃ僕ら、よかったですよね、場を作ってね。 いやねすごい私それを聞いて自分が幸せになりましたね私たちなんかこう南光道のように一緒に写真撮った宮いけどね出雲大神宮で写真撮りましたよねそうもう私来月孫ができる勢いで思っておりますねぜひぜひそういう本当にこう愛の共同創造っていうかねそういう世界をみんなが作り出せるというふうに思いますしうん 皆さんの波動で、世界平和につながっていけたらな、というふうに思います。行きやすい世界を皆さんで作り上げましょう。よろしくお願いします。ねうん、ありがとうございます。で、僕からもね、あれですけど、まあ、楽しいのパートナーって、例えば、こうね、あの、めっちゃなんか理想的なパートナーっていうイメージがあるかもしれませんけど、そういう感じもあれば、例えば、こう、何、さっき言ったらバトルし合いながらね。なんで自分のことが分かってくれへんねんっていう、そういう。 関係性も一つ魂のパーートナーだと思うんですよでそこでこういろんな自分の中の内側のいろんなねあの感情の気づきとかあってそういうふうなそこまでが出せる人ってなかなかできないんですよね日常ではだからまあね喧嘩したり仲良くしたりいろんなね自分の内側を見たりそういう魂のパートナーっていうのがねこうできるっていうのが本当にこう喜びというか、まあ、みんなにもねそういう人を探してもらいたいなと思うんでぜひね、えー、興味ある人はチェックしておいてください。 あと、だからね、2>, ああ2パターンあるから、お友達、なんでも OK パターンって、年齢とかも全然、ね、年齢ね、いろんな人 OK なんだから、70歳でもいいし、でしょ。うん、いろんな人 OK でしょ。特に男性ですね。 ううスピーチルとかこういうことをやる方、女性が非常に多いので、ぜひやって、あとお友達もぜひ男性をご紹介ください。そうだ、男性が少ないんで、男性のくはちょっとでも興味のくはぜひチェックです。ということで、今日はありがとうございました。頑張ました。またお会いしましょう。ではでは、みんなで。ではではでは、ありがとうございます。